戦争と低層は1957年のソビエト連邦のドラマ映画第二次世界大戦で恋人を失った女性が描かれるモスフィルムが制作しグルジア出身のミハイル・カラトーゾフが監督した第11回カンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得した撮影時課題はあなたの人生のために日本語題は応援をしていた独自のタイトルから 後年現代に習った、鶴は、飛んで行くに変更された。第二次世界大戦の最中のこと、ベロニカとボリスは、将来を誓い合っていた恋人同士。ボリスは、祖国とベロニカを守るために志願兵となり従軍する、ことにしたが、出生の日に、ベロニカにその話をすることなく出発することになる。一方、ベロニカにも戦火は及び、爆撃で、ベロニカの両親は失われる。 ベロニカは、ボリスの家族のもとに身を寄せることとなったが、戦災で家族を失ったベロニカは心を閉ざしていた。そのベロニカに以前から思いを寄せていた、ボリスの重慶帝マルクは出生したまま帰らぬボリスを、待つベロニカを強引に説得し、さらにマルクそして、ボリスの親族もそれに賛成したためにベロニカはやむなく、マルクと結婚する羽目になる。だがその頃、戦場にて、 前線偵察に赴いたボリスは負傷した戦友を、救おうとして撃たれ、消息不明に。ボリスの父の勤める野戦院で看護婦として働きながら、ボリスの帰りを待つベロニカに、ボリスの父親のある一言が襲う。それに悲観し、自殺を図ろうとしたベロニカは、死ぬ、はずの瞬間に一人の少年を助けるが、その少年の名前が、ボリスだったことから再び生きようとそして、 ボリスを見つけ出そうと決意し、出本。独祖船が終戦に向かおうとしていたその時に、ベロニカにある試練が訪れる。ありがとうございます。